翔くんは終始笑顔。玄くんはいつものかっこよさ。そして岸くんは三分割から生まれるかっこよさや、ダンスと音楽の調和は見事でした。音楽と共に感動する瞬間を迎えました。ウィズミュージックの皆様が心を込めて企画してくださり、本当に感激しました。結成の様子から稽古の模様まで、その一端を垣間見ることができました。 キシ君がスタッフの質問に答える姿は、かつてのバラエティ番組の日々を思い起こさせる懐かしさすら感じられました。そして司会のお二人も、優しく見守りながら配信を支えてくださいました。心から感謝申し上げます。さらに、ゴートのパフォーマンスは見逃せません。三分割されたカメラワークは驚くべきものでした。一体どれほどの努力が払われたのでしょうか 目まぐるしく変化する彼らを見事に映し出してくださり、その姿にただただ感激するばかりです。ゴートの魅力はさらに磨きがかかり、彼らの楽しさが全開でした。翔くは終始笑顔。ジン君はいつものかっこよさ。そしてキシ君は三分割から生まれるかっこよさや、ダンスと音楽の調和は見事でした。彼らは音楽を丁寧に表現し、その速さで魅了し続けました。表情やパフォーマンスからは、 新たな発見が次々と訪れ、何度もリピート再生してしまいました。彼らの情熱には心から感動しました。以前から、旧ジャニーズタレントが実力に関わらず尺やレギュラーが与えられる不公平さに嫌気がさしていました。しかし、このような人気を持ちながらもそれを利用しない姿勢に、改めて尊敬の念を覚えます。テレビ局が彼らの才能を十分に生かさないのであれば、そのテレビ局は時代遅れです。 日本の芸能界には、公正で自由な競争の場が必要です。久しぶりに民放の地上波で彼らを見られて、心から嬉しく思いました。彼らの落ち着いた姿勢に安心し、私自身が緊張してしまいました。これからも、様々なテレビ番組に出演してくれることを願っています。彼らの姿勢には、まず自分たちが楽しむことを大切にしているという絵師が感じられます。彼らの楽しそうな姿勢は、 常に私たちに伝わってきます。彼らのパフォーマンスには、しっかりとした努力と準備が裏付けられています。番組側も、ファンだけでなく彼らを知らない人々にも、わかりやすく紹介してくれました。これからも、このような素晴らしい番組が続いてほしいと、心から願っています。司会のお二人の安定感が、彼らの魅力を一層引き立ててくれました。 初回の音楽番組にふさわしいナンバーを披露し、視聴者の期待に応えてくれた日本テレビにも感謝します。ナンバー、愛の、ボートは、民放で初めて披露され、非常にかっこよかったです。VTR もトークも充実しており、本当に見応えがありました。ライブの直前、10分前のスタンバイの緊張感は、まるでデートの待ち合わせのようでした。そして、紫輝くん、ジンくん、岸くんの登場に、心躍りました。 トークも長めでしたが、その分、より感謝の気持ちが伝わりました。GOTO ダンスはさすがのかっこよさ。何度も録画を見返して、幸せを感じずにはいられませんでした。何と表現していいかわからないほど、彼らの扱いが素晴らしかったため、涙がこぼれ出しました。彼らのパフォーマンスは本当にかっこよかったです。その熱気に包まれたステージに立ち会えたことは、私たちにとって特別な体験でした。 音楽とパフォーマンスの融合は、魂を揺さぶるものでした。彼らの姿勢や努力に触れることで、私たちも何か新しい気づきを得たような気がします。このような素晴らしいイベントがこれからも続けられることを願いつつ、また次の機会に彼らの魅力的なパフォーマンスを楽しみにしています。彼らの才能と情熱が、さらなる成功へと導いてくれることを信じています。感無量です。 ウィズミュージック様、とても丁寧に考えて企画してくださってて感激しました。結成場面から始まり、稽古風景まで。スタッフさんの質問に答える岸くんのラフさも、バラエティの頃を彷彿とさせる懐かしさ。相変わらず笑わせてもらいました。司会のお二人も優しく配信見てくれてたり、ありがとうございます。そしてゴート、三分立つカメラワークすっごいかっこよかった。アングルを研究してくださったんでしょうか 目まぐるしく変わるゴートを見事に映していただけてて感激。ゴート、さらに磨きがかかって楽しいが全開でした。翔くん、ずっと笑顔。陣くん、ずっとかっこいい。そして騎士くん、三分割からかっこいいし、ダンス、音と体のリンクがすごいから、音を余すことなく丁寧に表現しつつ止まらない速さ。表情もまた前とは違う見せ方で、また新たな発見が何個も、何回もリピートしてみました。気合全部受け取りました。 音楽の力は感動を呼び起こし、人々を結びつける不思議な力を持っています。それは番組やイベントを通じても同じです。日本のエンターテイメント界において、数多くの才能あるアーティストたちが、その力を最大限に引き出し、視聴者に喜びと感動を届けています。そんな中、最近話題となっているのが、数々のファンを魅了し、続けてきたグループ、GOT の活躍です。 ボートの最新のパフォーマンスは多くのファンや視聴者を驚かせ感動させました。私もその一人で彼らの素晴らしいステージを見て心から感動しました。この日テレビの前で彼らの登場を待っていた時緊張と興奮が入り混じった気持ちでいっぱいでした。ボートのメンバー紫輝くん、ジンくん、そして岸くんがステージに登場するとその魅力的なパフォーマンスに目がくりづけになりました。彼らのパフォーマンスは まるでダンスと音楽が一体化したようで、その息を呑むようなステージングには、言葉では表しきれないほどの感動がありました。特に注目すべきは、ゴートの三分割カメラワークでした。アングルを巧みに使い、彼らのダイナミックなパフォーマンスを見事に映し出していました。その瞬間、私は彼らの表現力の豊かさに感動しました。キシ君のダンスは特に素晴らしく、そのリズム感や表情の豊かさにはただただ驚くばかりでした。 また、司会のお二人の安定感も、彼らの魅力をさらに引き立てていました。トークや VTR など、番組全体が彼らの魅力を最大限に活かしたものとなっていました。そのおかげで、ゴートの魅力がより多くの人々に伝わることとなりました。番組を通じて、ゴートのメンバーが楽しんでいる様子が伝わってきました。彼らの楽しい姿を見て、私も心から幸せな気持ちになりました。彼らのパフォーマンスには、 彼ら自身の努力と情熱がたくさん詰まっていることが分かりました。しかし、一方で、この番組を見ていると、日本のエンターテイメント界における現状も考えさせられます。旧ジャニーズタレントを使うことが当たり前とされるテレビ局の姿勢には疑問を感じざるを得ません。本来、才能あるアーティストたちが、その才能を最大限に発揮できる場があるべきです。私たちは、 日本のエンターテイメント界がより公平で自由な競争の場となることを願っています。ゴートのパフォーマンスを通じて私たちは彼らの才能と情熱を改めて感じることができました。彼らの活躍がこれからもさらに多くの人々に伝わることを願ってやみません。今回の番組での彼らの素晴らしいパフォーマンスは長く記憶に残るものとなりました。そして次回の彼らの活躍が待ち遠しく思える瞬間でもありました。 ナンバーアイファンでも何でもないですが、旧ジャニーズタレントが実力なくても尺やレギュラーが与えられるテレビ界の理不尽さには嫌気がさしてましたけど、この人気を利用せずに相変わらず旧ジャニータレントを使うなら、そのテレビ局はオアコン。日本の芸能界はフェアで自由競争な世界にしてほしい。久しぶりに民放の地上派で彼らを見られて嬉しかったです。緊張してるのかなと思いきや落ち着いてる感じが良かった。緊張してるのは私でした。 笑い。これからもいろんな民放に出られたら嬉しいです。自分たちがまず楽しむ、手姿をひしひしと感じました。本当に楽しそうでしたね。通常運転のいつもの3人が伝わってきました。裏打ちされた努力が彼らのパフォーマンスをしっかり支えてる。さすがだなぁ。番組側もファンだけにじゃなく、ちゃんと彼らを知らない人にもわかるよう紹介してくれた。軽々しくなくていい番組でした。末永く続いてほしいな。 願わくばもう一曲聴きたかった、と贅沢なことも考えつつ、今日はいい夢が見れそう。またの機会に。最後に、今回の番組を通じて、ゴートの魅力を改めて感じることができ、心から幸せな気持ちになりました。彼らのこれからの活躍に期待し、彼らの音楽が私たちにさらなる幸せをもたらしてくれることを願ってやみません。さて、あなたはゴートのパフォーマンスを見て、どんな感想を持ちましたか 彼らの魅力や才能について、どんなことが心に残りましたか彼らの今後の活躍に期待することは何ですかぜひ、あなたの考えや感想を共有してください。